ようございます。期待の寝台導入1日目早朝から並びます。メガカスのヤーマンです。さあ始まりました今週の寝台導入。かなり熱そうな寝台がパチンコスロットともに大量投入されております。その中でも大好きなコンテンツ、久々に大との大にかなり期待しております。番長4、過去の番長シリーズのいいところを詰め込んだ大になっているらしい。そんなもん絶対に楽しいに決まってんだろう。気合入れて万枚目指して打っていきます。本日から寝台どんどん上げていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価本日もよろしくお願いします。行ってきます。入金。さあ無事に番長4を取ることができました。この台なんですけれども、打ち方なんですけど、バー狙いで真ん中この弁当がついているバーを狙えば右適当で OK です。でゲーム数からとレア役から対決に行きまして、対決が番長3みたいにベルを引けば書き換え抽選がされるような形で、まずはボーナス、そして直撃の AT を目指すゲーム性となっております。寝台初日初打ちになりますので、ちょっと間違ったこと言うかもしれませんが、最後までお付き合いください。応援よろしくお願いいたします。そして朝一はこの赤のオーラ、前作の番長でもあったと思うんですけれども、オスモードっていうんですかね、なんか本作の特殊モードでボーナス後、そしてリセット後、まあ、このモードに行ってボーナス期待度 50% あるらしいです。もしかしたら朝一のリセット狙いだけっていうのも期待値あるかもしれません。さあなんかバー狙いあと適当に置く。で今ちょっと出てきたんですけど、ポイントが貯まると特別なトップにいるみたいです。さあ何も引いてないけど、50ゲームあたりで夕方に行きました。あ、弁当引いたな。弁当からか、弁当から夕方。チャンス、外れで、これはチャンス。さあ何チェリー、ちなみにこの特訓中も書き換えを行っていると聞いております。これ初代だったら激アツよ、カバンだと思うけど、一応多分これ33並び押し、多分カバン対応だと思います。さあ1トンですが、特訓中に強チェカバン引きました。次回予告はなし。星2ちょっとやばいんじゃない。さあこの間ベルでもいいよ、レア役でもいい。さあビルすげえ弱そう。さあベルは一回も引けませんでした。ベル1回も引かずに勝てました。投資3000円、ボーナス確定、頼むビッグで OK。 さあおなじみの3人、まずは届きてな。さあ引いた斜めベルからで、この3ゲーム、さあチャンス目なら確定。さあベルすら引けず残念、これでジャッジ。コパンダならチャンスでした。ダメだね、ここの7を狙えば、ちゃんと狙わないと
揃わないみたいな。さあラスト1ゲームレイヤー君弱チェン何もなし。さあ1回目のボーナスはスルー。ただこっからまた押すモードでしたっけ、このモード50%のモードいきますんで、こっからまたチャンスいきます。さあ101からスタートして123、僕さっき天国とか言ったんですけど、天国は1から49ゲームがボーナス当選の天国みたいな、オスモードの天井が、この特訓の天井、この天井が149がオスモードみたいなんで、多分おそらくオスモードの天井からいきました。なので朝一リセット150まで回すっていうのもありかもしれないですね。すごい弱そうです。いや、ただドッジボールよ。まあ何か引きたい、ほら赤だよ、何も引いてない。ラストこれはやばい。いやでも強攻撃4ゲーム目なんでおそらく確定。見てなかったんですけど、あの下に見えましたね。オスモードいけるかも、もし7000円。ピンクしかない、青で、ちょっとこれ下段に押してみていいですか。あーってことは赤か。さあ次ちょっと個人的にはとどろき好きなんですが、カオルさんで、カオルは完全告知。さあ3回目の煽り、トンパッパタイム。おそらくこの3ゲームでなれば勝てると思います。おお、知らしてくれ、決まらず。着地なんか引いたんじゃないの、これ。ここで強制だったら確定よ。弱でも引いたよ。はい、弱者ダメなの、ただベル2回引いてる。ラスト、はい、ダメ。さあ最後に煽り来ました。いや最終ゲームで引いてる、チャンス目。さあゼロでチャンス目で行きました。これねゼロで行くっていうのはもう発想で当たりの常識を聞いてるんですけど、結構聞いてるんですけど、ラスト最後終わった後にラストゲームだから金あるかもよ。はい、おどういうこと、えどういうこと、いけよ、ほらでこれ4回チャンスもらったんだけど、はい、すごい散らしてくるやん。番長スリーっぽい背景、さあこれ7と回っていいんじゃないの。さあこれ対決、これ右7からかもしれないです。
アイスみたいで、この次に出てくるみたいです。ベルだ、これいいベルが良かったね。2回目ベル、いい落ちたよ。さあ初のせい、わー、これちょっと気持ちいいね。さあまずは中央線楽しんでいく、なんかね、もしかしたら変速しもあるかもね。ダメベッド何もなし。さあこれ直道線あるのか、ダメシェない、いいよ。さあいいよ、恐らくこの書き返してるんじゃないかな。さあ勝てばボーナス、ボーナスってことはね、絶頂もチャンスなんじゃないかと、そういうことだよね。さあここ行くしかないよ。さあレアヤクラシー欲しい、ベルディベルディ強くなってよ。班長戻ってきたかもしれん。このベッドだったかな、このベッドで行くのかな。いやそろそろ来ると思ってた。さあ強そうなベル3回引けました、いや4回引けました。トッポギこれがいいですよね。でさっきの溜まった多分ボタンがここに溜まるんで即バトルの可能性ある。はい、さあボタンから、これは弱そう。さて引いた3回、弱気なサキちゃん出てきました。これチャンスみたいですよ。さあ弱気なサキちゃん、ちなみにここでボタンを押して裏返るときあるらしい。さあ弱気なサキちゃん、このベルでボタンで終わった。失格出た、聞いたよ、あっただよ。さあ超のチャンス、さあ欲しい、なんでもいいチャンスめ、なんで脅しするのか、次勝利確定、このパターンあるのか。さあここ超大事よ、弱ってる顔してる、で完全勝利、これ何引いてるか分かんないけど、上の突破ゾーンいる大チャンス。さあ突破ゾーンベル、いけない、さあベル1回なしだけど補修はでかい、治ってるよ。ここのゲーム数が止まるのもいいね。来い、いいんだよ。
まんまやん。Thank you.
回しかもらえませんでした。もうちょっと、あーギリギリやれた。いや、どっかで確定対決持ってた。あっとせ、なかなか1000枚の壁越えれず。さあ、溜まってました。さあ、3回目だ。真ん中に来たね。ただただ自分ボタン押し
くやれませんでした。ずっとここうろうろしてます。中押しやってみようか。このブランクがあるんですよ。このブランク狙いだと面白いんじゃないかなと思ってるんですけど、2だったらありましたね、ブランクね。一体どうやれば出るんでしょうか。 AT3 セットで521枚。もう1回ないか。引いてる、引いてる、また引いたんだな。うますぎないか。また引くことしてる。さあ駆け抜け、どうしろというのでしょうか。全く増えません。引いたぞ、また当たるんじゃねえ。まだとっくいってません。まだ引き戻し中なんだけど、行くしかない。行きます。やっぱり男のてっぺんいただくぜ。かっこいい。ここでくしくも7ゾロ色777枚。ああ何もいけず、なし、上乗せはなし。おそらく引き戻し5回目4回目。さあ26回転に行きました。これ天国とかないっすかね。番長ボーナス一歩近づいた。さあ番長ボーナス以上、天国なら、天国なら青ならあってもいいじゃない。いやー味覚出ず。さあ皆様、ここまでようやく引き戻して頑張って、もう一回、もう一回お願いします。さすがに6回目はなかった。ここでする、やることはやった。切れるでしょうか、続行。さあ、いつものやつ。
中になってる。なんでなの。いやー、ジョジレイクはマジきつい。確かにいらない。時が、さあ皆さん、ついに来てしまいました。もしかしたら時間的にこれがラストになるかもしれない。これで決めます。じゃあ最後まで応援お願いします。どうぞ。今20でいった。天国じゃね。頼む。キョチェジャック。これね、天国からの絶頂、これしかない。なんでな。頼む。ここ何か起きて。最後。はい。こう設定した。ジャック。手が勝手に動いちゃう。ここで気持ち引いた。これ。頼む。なんでな。ボーチェも引いたの。初めてのパターン。引いたか。ノーマル。スライダー。いくぜ、みんな。ラストチャンス。本当のラストチャンス。ありがとうございました。楽しかったです。サンキュー。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。やっぱ情報むちゃくちゃ楽しかったですね。出玉はついてこなかったんですけれども、ゲーム性むちゃくちゃ楽しかった。まだまだやれてない特化ゾーンほとんどなんですけど、あとね上位 AT やれなかったんですけれども、
これはね、特化ゾーンができるまで打ち続けたいと思わせてくれるような機種でございました。本日の投資44,000円回収。最後ちょっとだけ引き戻しして10,000円。また近日打とうと思います。ぜひね、皆様メガカス、いやもうリベンジ、お前絶頂引くまでリベンジしろよって思う方はね、ぜひチャンネル登録と高評価コメントください。メガカス諦めません。あと今週の新台打ってほしい機種などありましたらコメント欄によろしくお願いします。それではまた、バイバイ。これから編集です。